ボルビリスはモロッコにある古代遺跡。フェズ・トラバトの間でメクネスに比較的近く、最も近い町としてはムーレイ・ドリスがある。ボルビリスは北アフリカにおける古代ローマ都市の最良の保存状態を誇る遺跡の一つとしてユネスコの世界遺産に登録されている。古代にはボルビリスはローマ帝国の勢力範囲の西源に位置する重要な都市であった。 都市が建造されたのは、マウレタニアのオープトレマイオスがカリグナ邸に暗殺された後の西暦40年頃のことであるが、この町は紀元前三世紀来のカルタゴの施設群の上に築かれたと推測されている。ボルビリスの名はベルベル語のアリリにちなむ。この花は一体ではありふれたものだった。ボルビリスはマウレタニアティンギタナと呼ばれていた。 アフリカのローマ族州の中心都市でもあった。この地は肥沃で、小麦やオリーブオイルなどを多く産出した。それは、ローマへと出荷され、この町に富と繁栄をもたらした。217年には、アントニヌス直令を発してくれた、カラカラ帝への感謝を捧げた、カラカラミカドの外線門が建造された。カラカラミカドの外線門西暦3世紀末には、ローマ帝国は、 モロッコの大半から撤退したものの、他のローマ都市と異なり、ボルビリスは放棄されなかった。しかし、ローマが去ったことで、生活様式には変化が起こった。水道橋が適切に維持されなくなったため、住民は水を求めて、高地の生活を捨て、川沿いの低地に住んだのである。さらに、4世紀後半の地震によって壊滅的被害を受けたと推測されている。 6世紀になると再び人が住まうようになり、当時の墓石に刻まれたラデン語の悲鳴などからは、この地にキリスト教徒の共同体が存在していたことが監視される。しかし、7世紀にはマグレブ全域をイスラームが接見し、681年にはボルビリスはアッパース朝の支配下に入った。789年にはアリーとハサンの子孫にあたり、 イドリース朝を創始したイドリース一世がアッパース町の迫害から逃れてこの地に落ち着いた。イドリース二世によってフェズの都市が建設されるとボルビリスの重要性は失われた。都市の遺跡群は1755年のリスボン王地震の際に被害を受け、さらに前後する時期にはメクネスでの建築資材として大理石が一部持ち去られた。1915年に フランス人の調査団によって発掘が開始され、広範囲にわたるローマ都市遺跡群が出土した。2000年からは、エリザベス・フェントリス、ガエターのパルーンボー、ハサン・リメインを座長とするユニバーシティ・カレッジ・ロンドンとモロッコ国立高校遺産研究所の共同調査団による発掘調査が行われており、西側でローマ都市の壁の下から、 イドリース一世の拠点と考えられるものが出土した。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。